耐えかねることは耐えてこそ、誠なりんて。ひろきだな、愛子様一つ手土産でもいかがかな。拙者は愛子殿。そう。お顔が赤くなっておられますよ。今は気を急ぎましょう。美味しそうではございましたが。サボ、アサリ、鈴木。このオリゴルニグルマを動かすお手伝い承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。 かたじけのございます。間違いねえ。毒がモルガかにいるのさ。ああ、そうそう。あの世の入り口も湖にある。 早道を行くことになるかもしれませんが、されど、お咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。
ここを通ってきたはず。ここで何をしておる、ウスッドどもが。ヒロキ殿、お急ぎよ。お許しください。何も取っては。怪我はありませんか？何でもね、ただ口惜しいだけで。拙者は三十郎様を見つけなければなりませんが、戻った際に必ず手助けを。ありがてえが、なんとかするさ。足が手を貸しますんで、お客人の騒が済んだらすぐそっちに向かいます。ありがてえ、ありがてえ。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎよ、お急ぎよ。逃げろ、逃げろ。何者かの衝撃です。ヒロキ殿、それがゆえに父上はあれほど急いで。拙者から離れませんが、先生を見つければ。危のうございます。核の核の輩の走りも及ぶのこの村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に会わすことがございません。そして拙者は、拙者は、ヒロキ殿、お行きください。案じることはございません。拙者は侍じゃないじゃん。こっちだ。
この無効密な者の子は誰だ。して、して手太郎殿、拙者は侍じゃ。そうか、先生からしかと手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな、小僧。逃げはせる。これは拙者の近いし勤めじゃ。ならば読みへ行け、愚かなわっぱが。多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。拙者を元もさせていく。相方が無事であれば。心配ね。スサノオの御事以来の極悪人だが、二言のない言われたな。ま、酒だけは使ってある。飲め飲め。
頼む。知りといてます。これは先生の行いか。ご師範様はわしを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の手口をすれば。市販もいかぬ小僧の手に我が折り折り幼し、我が俺が父を討ち取りしときよりも参れ、刀さばきを見せてみよう。哀れな死の誇りなど、世は恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ俗名、恐れをなして逃げ出すなら今、恐れの主とは我のことよ。じじい、たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、毎回も頼んだぞ。先生の名を汚すようなことはしません。
術界のごとし武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大干渉の助けは間に合いません。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者ども救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦技の上から失礼いたします。されど、何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いざこのお方か、何者にやられたのです。教えてください。亡者の目をした者たちが伊豆湖からか聞こえて現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人か林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきおった。わしの家の者は奥へ応用します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たれ。あの村の定めは我が村の定め。お行きください。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様。先生の名を汚すようなことをしません。